今日はオイル交換を約1800キロですけども、シルクロードのオイル交換をしてみたいと思います。それでですね、この、フラッシングということですね、これを使ってですね、先ほど15分以上走ってきたので、難況してあるんですが、まずは、これを入れる前にまずここをですね、例のごとくここをですね、回ったここを外しの、見る限りそんなに汚れば、1800キロくらいしか走ってないので汚ればそうはないですが、気分的なこともありですね、まずこれを中に、ちょっと待ってね、抵抗に大きいのシャパシャパしてからこれを、美味しそうなものをですね、これをこぼしてはいけませんね。こぼれちゃう？どうかな？待てよ、まずいんじゃない？これこぼれそうだな。一応簡単に養生してですね、ガシャガシャ、随分こぼれてますけども、ガシャガシャガシャと一気に入れちゃいましょう。全部車と同じだから全部じゃ正直多いんですが、半分残ぐらい残ってますけどね、これでちょっとあと残ったものは、ゴリラとかやるときに使ってみようと思います。これちょっと閉めてですね、ちょっと汚しちゃったね。それでですね、これでスローでちょっとしばらく回すというところですね。しばらく暖気をします。暖気というかね、これ回します。5分ほどちょっとね、これ回してみますよ。まだな。こちらにはもうスタンバイ OK ですね。古いオイルが取れるんかね。このバイク自体長い間眠ってたバイクだったので、そこがちょっとですね、気になってたんですよね。もうどのぐらいだったかな。まだまだかな。なんか説明してみると、この入れてからアイドリング15分ぐらいとかね、夏場だったら何とかとか、冬場だったら何とかとか書いてありましたけど、その前からもうエンジンあったかかったからね、乗ってたから、そんなに長くやる必要はないとは思いますが、そのまま走ったらどうなるかな。ダメかな。ダメだね。これね、容量がね、分かるんでしょうか。全容量で2リットル入るんだけど、オイル交換時は 1.3 リッターって書いてあるんだよね。ってことはだよ、
1リッターか2つあるんだけど、交換時 1.3 入れるってことは残りでゴジラの分が取れるということですね。ちょうどぴったりということですね。もう6回経った。待つの長いんだな。あ、もう5分も経つんじゃない。じゃあこれでね、エンジンを止めてみますよ。さあ、それで止めました。さて、こっちのドレーンを抜いてみます。私手力がなくなっちゃったんでね、このうまいことこう抜けてくれればいいかな。お、うまく回ったですね。あと、さて、これどこの位置だ。あ、この位置でいいのか。あ、ワッシャー変える。ワッシャー変えたかった。走りそうだね。ぴょっとぴょっと走りそうな感じしない。走るぞ、走る走る。どっちだっけ、まだか。割と長いんだな。出てこい。しゃ、まだか。あ、緩めてんだよね。長いんじゃないこれ。あ、はい、ぶっちゃ。元気じゃんか。あっつい、ボートが熱い。あっつい。おい、ずいぶん入ってるぞ、おい。あ、今までゴリラとかね、小さい場合から見比べたら、この勢いで、お、あれ、あふれちゃうとまずいんだけど。あ、いい感じだね。まあ、そんなに汚れてなかったですよね。あ、そこの部分取ってたのかな。え、今落ちてるところ取れてるのかな。どうだ、こうか。もう ほとんどまでたんですが、これしばらく置かなきゃいけないね。いや、しかし暑いな、おい。暑いって、暑いってかって言うの今の子。暑いってか。まあ、これでですね、自分でこの交換をしたりとかしてるうちに、だんだんとこの様子というかね、だんだんと分かってくるという感じで、いいですね、こういう感じでね。はい、オイル交換、これオイルを抜いたということで、今回はこのフラッシングってやつを入れて、オイル交換やってみました。はい、ありがとうございます。じゃあねー。